出径園出径園は、広島県広島市中区上上堀町にある庭園。国の名称、日本の歴史公園百選。施設は、県が管理する。現那6年、広島藩浅野市初代藩主である、浅野長明が命じて作らせた藩主の別邸が、起源であり、歴代浅野市から長愛を受け現在まで拡幅し、1940年、浅野市が広島県に寄贈し、 現在に至る。最初の策定は、上田隆史家によるものだが、現在の庭園の原型は、京都庭市の清水七郎絵門による後の大改修によって形成されたもので、1900年代初期、明治末期頃に、現在のものとなったものの、1945年、広島市への原子爆弾投下により、後輩、1970年代までに再建された。なお、清水は、 当時の著名な庭師の一人であり、出家園の他にも、吉水園と総老園を広島藩内に造園している。広島市内中心部付近にあり、大高は水系京橋川沿いにあり、その河口から約 6.4km 上流に位置する。西側に、広島城、京橋川を挟んで東側に、広島駅がある。周辺は、緑が多く、京橋川上流側に、 東部科岸緑地が整備されている。南西は広島県立美術館に、南東は広島市立の森町中学校、広島市長公館に隣接しており、もともと出家園の敷地の一部であった。広島における戦前の名所へはがきの中でも、ここを撮影したものは特に多い。出家とは各地の継承を集め縮めて表したことを意味し、あるいは、 中国の聖湖周辺の風景を縮めて表したことによると言われる。名付け親は、林羅山とも言われている。これは、二代藩主、浅野光明の依頼に応じて作った詩の序文に、以下のものがあるためである。縮み見山うその地、集む風景をこの老生徳三年、五代藩主、浅野吉長は、庭内の山、池、建物、橋、島などに画面をつけ、藩の住院で、 ホリアンアンの彦である、ホリナンコに、出家園記を作らせた。出家縁の名が出てくる最古の資料はこの、出家園記であり、少なくとも1700年代初頭にはこの名前が、使われていたと推測されている。その他、古い資料では七大藩主、浅野茂明時代に藩主として活躍した、雷春水が命名したとするものもあるが、上記の通り現在では否定されている。なお、 造営当時の正式名称は潜水屋敷で明治から戦中までは泉邸であり、出家園の名が正式名称となったのは戦後からである。戦前まで地元住民から五潜水とも呼ばれていた。海外、特にキリスト教圏では浅野パークの名でも知られている。これは後日の通り被爆後この地に滞在した。 イエズスカイ神父たちによる回顧録によって定着したものであり、例えば、米国戦略爆撃調査団の報告書やタイム誌の記事に引用されたヨハネス・ジーメス神父著ザートミック・ボミング・オブ・広島や、著名な被爆体験記であるジョン・ハーシー著広島にこの名が登場する。宅営地と、小虹橋と西風間地線回遊式庭園。入り口は南端に位置する。中央に、 宅栄地と呼ばれる池を這い主要建物は小日橋の南に位置する西風館で、その他茶室やあずま屋を備える。植生は少なくとも4826本の樹木があると言われている。うち被爆樹木つまり戦前からある樹木が3本で、その他は戦後に植えられたもの。構成は3メートル以上の常緑紅葉樹が、 全体の35.3%、それ以下の上緑紅葉樹が32.5%と、過半数を上緑紅葉樹が占めている。主要樹木としては、黒松6.9%、山もみじ2.7%、くすのき2.5%、ソメイヨシの2.0%など。水源は、ソロの北に位置する京橋側から引いた、河川水と、園内3カ所ある井戸の溶水からなる。 この周辺の京橋川の水質基準は、環境省の水質汚濁にかかる環境基準において A 類型。また京橋川全体で、気水域にあたることから、水素4指数に淡水と海水が混ざり合った特徴が出ている。安土桃山時代、毛利照元により広島町が築城され、開かれた城下町は、関ヶ原の戦い以降に有法した。 福島正則により、さらに整備されていく。そもそも現在の広島市中心部は、毛利市による、追記以前においては、大高川下流域の広島三角州内にあった、何もない中州の一つであった。広島城を中心とした、現在の元町とその北の白島は当時は、独立した中州であり、その二つを分断していた川は、毛利市による、追記以降は、城。 北側と呼ばれるようになる。そして、福島市により、上北側の両端はせき止められ、広島城の北側外堀として整備された。つまり、現在のこの地はその上北側と京橋川合流部の下流南側に位置していた。江戸時代に描かれた毛利市時代の町割り絵図、芸州広島城町割りの図には、この地は寺社地として描かれている。 つまり寺の後に増援されたことになるが、寺の来歴などの詳細は不明。江戸時代に入り生息が転覆すると、元那五年この地は、朝野長明が治め以降朝野市による反省が続く。官営年間広島城海図。この時点での五千水屋敷の敷地が描かれている。1930年頃の広島市地図。泉邸が記載されている。 長明は入宝翌年である現奈六年、過労で茶人でもあった上田隆史家に別邸建設を命じ作られたのがこの潜水屋敷である。つまり、1620年は春光年ではなく着光年である。当時は小さな庭園であったが、歴代朝の市藩主の調和を受け、次第に拡大していく。この二回の大改修の間にも、完成十二年、文化元年、 文化5年と改修が行われている。また、旧代藩主朝野再縮以降、天保の大基金や大きな行事、事業が重なって、広島藩の財政は逼迫するようになる。明治以降、最後の藩主であり、大名家族となった朝野長君の別邸として、利用され、泉邸と呼ばれるようになった。明治後期の日清戦争時、広島大本営が設置された際には、 大本営副営となった。ただ記録によると、明治天皇は大本営にずっとこもって指揮をとっており、泉邸に行行したのは1894年11月6日の一度記事であった。この時に天覧試合が行われ朝の市馬や高橋、旧太郎らが出場している。また、同年11月22日には、皇太子、義人新王が、 翌1895年3月31日には、証券交代号がこの地へ行刑している。その他、この時期に、広島で開催された第7回帝国議会の閉会日である1894年10月22日には、議会出席した、貴族院、衆議院両院議員と両院交換全員に、明治天皇からこの地で酒が振る舞われている。 1913年からは一般にも解放され、観覧できるようになり、1940年には、朝の家から、広島県に寄付され、同年7月12日国の名称に指定された。太平洋戦争中、ここには、日系女子学生による一般約15人からなる、第二本帝国陸軍、第二総軍短波防獣班、特上班が置かれていた。 1945年8月6日、広島市への原子、爆弾投下、爆心地から約 1.35km に位置した。この園は壊滅的な打撃を受けた。出径園は空襲時の市民の避難先に指定されていたため、被爆直後の園内は多くの被災者で溢れた。当時の山上は家族と共に避難していた、原富木の小説、夏の花屋。 上り頂点主向協会から一時避難していた、フーゴラッサールイカイエズスカイ神父が書いた、回顧録などに描かれている。1949年広島平和記念都市建設法志行により復旧開始し、1951年、復旧途中ではあったが、出径園と解消され再開演した。本格的な復旧工事は1962年から始まり、 1970年代にほぼすべて完了している。なお、被爆当時この園内で命を落とした被爆者の遺体の大部分は火葬されたものの、いくつかは火葬されず園内の丘に埋葬された。被爆直後に出径園を訪れた朝日新聞の松本栄一カメラマンは、被爆して枯れた木の根元に遺体が埋葬された旨を記した縦札を撮影しており、この写真に基づいて、 発掘調査が実施され1987年64柱の遺骨が発見された。その場所には現在遺霊碑が混流されている。潜水屋敷に関するカテゴリー、泉邸に関するカテゴリー、ありがとうございます。